ジュリア。この子、クマちゃん、気をつけて。ジュリアは、顔が命なの。ジュリアとクマちゃん、どっちが可愛い？お前も操ってやろうか？おっと、なんでもありません。ジュリアとクマちゃんは絶対に離れられない。まだ少し緊張してる。うまく笑えないの。クマちゃんの様子が変。ではダメ。さっさと教科書だ、ヨコさんか。あら、何か聞こえましたか？ジュリアとクマちゃんのこと、これからも大事にしてね。たくさん動けるようになった。クエスト以外も行けるわよ。ジュリアとクマちゃんが強くなったところ見たい。ここまで来ればこっちのものや。何も聞こえませんでしたよ。我が名はクロード。今貴殿に明かせるのはそれだけだ。貴殿は宝石に興味はあるかね？よろしい。では互いに協力しようではないか。初対面の挨拶として私の編み出した妙義をご覧に入れよう。私が回答している理由か。それは私の影に聞くといい。可能ならな。人を欺くことなどたやすいが、己を欺くことはできぬ。この影のようにな。ただ盗み出せればよいというわけではない。私なりの流儀というものがあるのだ。次のターゲットならもうすでに決めてある。しばらくは私に付き合ってもらうぞ。覚えておくがよい。いかに厳重な警備も私の前では無意味であると。この私に盗めぬものなどない。貴殿がいればそれはより確かなものとなるだろう。どこに隠していたかって、影がある限りどこにでも隠せるのだよ。どうだ、私と組んでみる気はないか？貴殿は少し落ち着きはないが、まあ良いだろう。ただ私の打診を断ろうと結果は変わらない。言っただろう、この私に盗めぬものなどない。ごそ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 、ご主人様に何の用だ。ご主人様、お前気に入った。一緒に旅する。邪魔するやつ食べる俺の仕事、まとめてかかってこい。ハープの音色元気出る。ご主人様のために頑張る。ハープの音色に合図ある。大丈夫だ、任せろ。ご主人様の命令、あっちに打つぞ。私の名前はエルマ。悪霊に取り憑かれたらご用命を。お金にならないことは一切やらない。それが私のモットーですの。匂うわね。お金の匂いがプンプンするわ。どこかに悪霊に取り憑かれたお金持ちはいないかしら。このお宝は報酬としてもらっていくわね。はいはい、お仕事のご依頼、報酬は用意できているんでしょうね。イサナリドモニロコとタイトモタン、悪霊対三。私の聖書に奉仕という文字はありませんわ。あなたにもお金稼ぎの秘訣を教えてあげましょうか。皆さん、ルユハサ、ルワノン、ヨジイレコ、ジャ、キ、
対3。私の名はシャロサロメです。ちっちゃいからって侮ってませんか？あなたの目を見ればわかりますよ。この島に来た目的は偵察です。私が隅々まで見てあげましょう。一人でお留守番は嫌でしょ。断固拒否の構えでしょ。泣いてましょ。怖い夢を見たくらいで泣きましょ。いくら魔界育ちでもお化けは怖いでしょ。ふっふっふ。私の恐ろしさを骨の髄まで感じなさい。これでもプリンセスでしょ。私をリーダーにしてもいいんでしょよ。クエストへ出発でしょよ。終わったらおやつを食べるのでしょ。誰でしょか。私を脅かしたのはお仕置きでしょ。後ろにいるのはお世話係だけでしょ。断じてお化けとかいませんから。あなたはここにいるでしょ。私から離れて